毎日やっている俺は潰し合いあんましたくないんですけど、なぜか佐古さんとトーナメント近くなっちゃってやるっていうのが最近多いですね。俺くじ運すごい悪いんですそうなんですか。多分引き寄せてますね。あめっちゃ引き寄せてます。ということで、左が流星選手、右が佐古選手となっております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん盛り上がっていきましょう。いいですね、ゆっくりとした2作ということで戦っていただきます。先ほどからね、もう負けたところを見てないですからね、どっちのプレイヤーも。今見れます。はい、今見れます。どっちかが負けます。じゃあ負けるのはどっち。ああ、スーツを出してきました。さあ、しかし、飛び道具でちょっとね、準備をしているのが流星選手です。さあ、佐古選手はこうやってスーツをね、ちょっと飛ばしときたい感じですね。あの、僕何も分かってないんでね、適当なことを言ってますよ。さあ、水晶、水晶設置しました。さあ、そして飛び道具で牽制をしていきます。さあ、せーのって言いました。はい。さあ、しかしお互い牽制が続きます。インファイトをさせたくないのが多分佐古選手だと思うんですよね。中距離から遠距離キャラだと言っておりましたので、相手を近寄せてないですよね。近寄らせないような戦い方をしております。なので、流星選手も飛び道具で牽制をするといった形になってますね。お互いやっぱ飛ばないですね。ジャンプしてきたところを対空で仕留めるぞという、罠だと思うんです、そういうのは。さあ、現在佐古選手がリードしております。あとミリ残り、これをどうやって削っていくのか。しかしこのちょっとの削りも、注意して削っていかないと、このように大ダメージを受けるコンボなんかもね、流星選手持っておりますので、ここは慎重に。そう、これは最後何で決まったんですか。対空攻撃。対空攻撃、はい、飛んだところを対空攻撃で決めていきました。さあ、まずは1本取っていきました、佐古選手。佐古さんのプレーは絶対相手を焦らせる。なるほど、めちゃくちゃ時間使ってるだけだ。時間を使って、だからもう罠を仕掛けるだけ仕掛けて、かかるのを待つと。そうですね、いやらしいキャラクターですね、本当にね。佐古選手がいやらしいわけじゃない、このキャラクターがいやらしい、そう信じましょう。さあ、相手を引きつけて、なんか赤く光るレイジ状態的な技を決めていきました。さあ、しかしダメージはお互いまだ五分といったところですね。あー、やった。さあ、あー、やったって言いました。さあ、しかしそこまで大きな反撃は受けなかったですね。そうですね、このキャラは、このキャラは、はい、あのリーチが長い代わりに、はい、コンボがすごい安いんです。なるほど、そんなに大ダメージを与えるようなコンボは先ほど の V トリガーを使ったやつとか、そうですね、そういったものしか与えられないということですね。なので、細かくチク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 削っていかないといけないというのがこのキャラクターなんですね。さあ、しかしお互いダメージは互角といったところ。さあ、しかし鏡を作られて、コンボが決まっていきました。さあ、1対1に戻りました。向こうのゲージは空っぽの状況で始まるので、はい、かなり落ち着いて。なるほど、EX ゲージまず1個贅沢に使っていきました。さあ、これはかなりのピヨピヨ状態。さあ、そしてかなりのダメージを与えていきました。さあ、残りが3割といったところ。しかし、まだダメージを 1も受けておりません。さあ、ここから焦って攻める必要がなく、おっと、そして EX ゲージ全部使っていきました。パーフェクトですか、これ。ほぼパーフェクト、ほぼパーフェクト。さあ、佐古選手がまずは1本先に取っていきました。さあ、今回は2先のルールでございますので、あと1回2勝したら佐古選手の勝ちということになります。はい、いやいや、しかしながらすごいですね。さあ、2本目始まっていきます。この先ほどね、あの練習の風景なんかをみんなあの見せていただいているので、どちらともがね、あのどんなキャラクターかっていうのを分かった上で見られるので、非常にね、試合の見方も分かりやすくていいかなと思いますね。さあ、今回は壁際に、もう寄せましたね。流星選手がちょっと優勢かなといったところですが、しかしながらこの水晶を出しながら、いやらしく距離を取らせますね、あえてね。さあ、中距離キャラ、この特性をしっかりと生かしてきます佐古選手。さあ、そして水晶が6個になります。さあ、ここからどんなコンボを見せてくれるんでしょうか。
しかし、まあ、コンボだけじゃないですからね、これでチク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 ダメージを与えていくという選択もあります。さあしかしここでコンボは決まっていきます。さあどうだ。しかしこの水晶がいやらしく空中に浮いている。さあ鏡を出されて一本取ったのは流星選手。さあラウンド2、本当にちょっとの駆け引きでね、一気に体力を削る能力があるのが流星選手のキャラクター。いや、ハッサンのキャラも相当火力あります。あ、そうなん、火力あるんですね。相当あります。ゲージが溜まってしまえばってところなんですね、 V トリガーと EX ゲージと。普通の人がやるよりも、はい、タコさんがこのキャラを使うと、はい、より火力が出るっていう感じですね。なるほど。やり込みすぎて本当にこの人しかできないみたいな動きがかなり多い。あ、そうなんですね。唯一無二の本当プロゲーマーだなって感じの動き、ね、おめえもだよ、おめえもだよ。確かに実は実は実は例えばプロゲーマーだ。さあということで今回は、佐古選手が押している感じに見えます。残り体力あとわずかですが、本当にこのわずかの状態からねひっくり返していく力を持っているのがプロでございますので、ここはね慎重にいきたいところですね。さあ鏡を、有効には使いません。さあこれ鏡食らう。さああと一発の状態から追いつかれ。さあ流星選手が一本取っていきました。さあ2先で、1本ずつ取っていきましたので、はい、次2回勝った方の勝ちになります。はい、これ決まってしまいます。決まってしまいます。決まってしまいます。2-0を取っていきましたね。順調でした。2-0でしたね今の。はい、ちょっといらんことしました。いらんことしました。ちょっとあの見せるプレイを狙おうとしたんですかね。あ、まあここはねあの細かく小さく、あの初心者目線で言うとね、小さいこう細かい牽制をしてる感じに見えるんですけども、この駆け引きがねやっぱりプロだと思うんですよね。本当にあの何気なくやってるショーパンチ、これが一発当たるだけであのコンボが発動するように、細かく仕込みというんですけども、それを入れてるんですよね。なのでお互いにです、ね、今のチョップもねあのガードさせるだけであの削るような、そういったものをあのやっておりますので、非常にねハイレベルな駆け引きが行われております。さあ今回ダメージリードを取っているのは、佐古選手ですね。さあそして、お互いに水晶そして鏡を出していきました。さあ投げを決めていく。さあどうだ、ダメージだよ。お互い一緒ぐらいだが、ここのコンボが決まっていきました。さあ流星選手リーチ。さあここで決まってしまうんでしょうか。さあこれ飛ぶことを予想して飛ばしたんですかね。うまい、うまいという単語が出ました。世界中に他誰もやってないこと。いやマジでタコさんしかやってないプレーですよ。そうなんですね。それが僕には分かんなかった。すいません。あ、すいません、分かりづらい解説で。いやいやいや全然、解説をするのは本当は僕の仕事ですからね。さあここも、V トリガー使っていきました。 EX ゲージが使っていきました。失礼します。さあ残りちょっとだが、先ほどはここから、ね、逆転されております。慎重に削っていきたい。さあコンボが決まって残り体力半分ほど。さあ投げが入ります。そして壁際に寄せて鏡を出していく。さあそしてまた投げが入っていく。さあどうだ、ここから形を作っていけるのか。さあ水晶がどかどかいってますが、これを全部ガードする。そして反撃を決める。さあ決まった、流星選手の勝ちです、はい。